パーデック YouTube チャンネル初めて出演します、中野亮です。あ、違えた。初めて出演します、パーデック東海代表の亮コーチです。初めまして。僕はですね、去年の9月から、静岡県でパーデック静岡校をやらさせていただいて、今静岡校、焼津校、御殿場校と今3つの会場でスクールをやっております。で、今日はなんと静岡校、焼津校、御殿場校の3年生、4年生の試合を今日はこの後やっていきます。今回の試合の目的としては、パーデックに入ってくれてるこの中で、まあ、特に多いのが、自分たちチームだとなかなか思い切ってプレーできない子っていうのが多くいるので、いつもねスクールはフットサル場でやってるんで、大きい試合はねやったことないんで、まあこう自信をつけてもらうためにもね、ちょっと試合やりたいなと思って、で今回はねその様子を、試合の様子を動画でお届けしますので、はい、ぜひ最後まで楽しんで見ていただけたらなと思います。じゃあ行ってきます。コーチから今日の目的、何を意識してるか3つだけ言います。でまず1つ、今日この試合ただ試合やって、ただ点取って勝つ負ける、そんなのしても上手くなりません。楽しむ、楽しもう。そう、まず今日みんな試合何しに、何のために来てる？勝ちに来てる。本当に上手くなりきてるよね。じゃあ上手くなるためにはどうするか、どうする？じゃあみんなドリブル使ったりね、今まで練習してきたことあるよね。パーデックでもそうだし、自分で練習してきたこと、練習してること、そういうのをどんどんチャレンジして、それでたとえじゃあ取られました、ボール決められました、全然いいから、試合だけど練習だから、別にここでどんなにいっぱい点取られて点決められても、明日さ別に普通にサッカーできるでしょ。だから上手くならないプレー、よく両コーチ言ってるね、逃げるプレーとかなんとなくで怖いからプレーする、そういうのはなしで OK、 戦術とかないよ、分かった。自分一人が上手くなればいいからね。はい、2つ目、何を目指してやるか考えて、ドリブルする何が一番大事、相手を抜くこと、ゴールを目指す、そうゴールを決めること、分かった。常にどのポジション、いろんなポジションあります今日全員、じゃディフェンスでボール持った時、フォワードで持った時、中盤で持った時、どんな時も常にどうやってゴールまで行くかを考えて、はい、OK、 なんとなくプレーしてうまくならないっていつも言ってるね、なんとなくドリブル突っ込む、なんとなくパスする、なんとなくシュートする、それやめて、分かった。ミスしてもいいから常に狙い持って考えてやってください。 OK ですか？はい、はい、じゃあ3つ目、これ一番大事です、楽しんでください。一番ね、両コーチよく言ってる、昨日も言ってたね、御殿場で。守備はどうする？守備は頑張る、攻撃は楽しむ、 OK、 相手を騙すためにドリブルだったりパスだったり、騙すのをひたすら楽しんで、分かった。はい、一番楽しんでよ。3つ言ったこと覚えた？うん。なんとなく試合やってたら本当に意味ない時間だからね、せっかく来てんだから今日、分かった。はい、自信持ってやってください。はい、はい、コーチの周りでこの辺でまず右足だけ OK、 右足だけでドリブル、じゃあイメージして、はい、ゴースタート、1分、はい、ゴー、右足だけ、今からどんなプレーするか自分で考えてよ、ただなんとなくドリブルしてるだけじゃないからね、今自分どのポジションにいるのか、あと30秒、顔上げて、緩急は緩急、ちょっと離れてもいいよ、左イメージして、ちょっと離れてもいいよ、緩急使ったり、左足1対1、2人抜く、3人抜く、インサイド、 OK、 インサイド何してもいいよ、はい、ゴー、インサイド何してもいい、いくよ、インサイドだけね、高く上げてトラップしたり、あ、何してもインサイドで走ったりしたり、試合中インサイドでリフティングで走ったりするかもよ、センサルインサイドね、インサイドできなくてもやってよ、どんどん、次インサイドだけ、分かった、両足ダブルタッチしたりチョップしたり、何してもいいからね、アイゴースタート、インサイドだけチョップ、どうですか、チョップ、いや、クラスターン、はい、インサイドだけ、はい、試合イメージして、アイゴー、インサイド、うん、インサイドだけ、はい、さあ、エイト抜くか、エイト抜くか、いいよ、縦に突破したりね、カットインする振りで、おお、インサイドだけね、おいよ、また抜いたり、イメージしてよ自分で、ああ、はい、オッケー、はい、じゃあリフティング、アウトサイド、はい、できなくてもチャレンジ、アウトサイドだけ、両足でも片足でも何でもいいよ、走ったりしてもいいよ、さっき言った通り、
ワンバンでもいいよ、自分でできないことにチャレンジして上手くなるためにやってよ。普通に落とさないでやると落とさないでやる。何か目的持ってやってよ。なんとなくやらない、常に目的持って。よし、はい、オッケー。じゃあ、はい、アウトサイドだけ両足使ってシザースしたり切り返したり何してみるからね。アイゴースタート、アウトサイド、はい、緩急使ってよ。何なの、アウト、どうやって抜く。ああ、インサイド使った、アウトサイド、インサイド、アウト、アウトだった、アウトだけ。上手くなりに来てんだからね、ただのアップじゃないよこれ、練習だからね。足の裏だけ、わかった、細かく、はい、ダブルタッチしたり足裏の、はい、ゴースタート、足裏だけ、足裏だけ、狭いところで使うよ足裏、スペースあるときは使わないけどね、狭いところで。はい、取られた、いいよ、足裏だけだよ、いいよ、ロールありだよ、足裏使って細かいとこ、狭いとこ、二人の間抜くイメージ、イメージしてやってる、イメージ。ただボールタッチしても上手くならないからね、この後の試合でのイメージ、常にイメージしてよ、はい、イメージして OK、 はい、じゃあラスト、はい、リフティング、足でやったら次、頭、足、頭、 OK、 肩とかでもいいよ、体と頭交互、 OK、 はい、ゴースタート、落とさないで、胸でもいいよ、足やった後足以外のところ交互に、インステップ、インサイド、アウト、何でもいいよ、足の後体、上半身、下半身の、ももは上の方でいいよ、インステップ、ももでもいいよ、落とさない、落とさない、おお、いいね、レートいいよ、あーあー、落とさない、おいよ、真昼、おお、頭使ったり、落ちて、よ、落ちて、オッケー、全部12分、12分しかない、わかった、12分、ただ聞いててよ、12分ただ突っ立ってたら終わっちゃうからね、オッケー、試合でワクワクドキドキしてるかもしれないけど、ワクワクドキドキしてるだけじゃ上手くならないからね、どんどんミスしてもからチャレンジしていって、わかった、OK、で最後は自分が点取る、全員ドリブラーだね、ドリブラー点取んないと、椅子ドリブラーで点取る、ゴール行くためにパスしたりドリブルしたり騙して、分かった、うん、はい、あとは楽しんでやってください、OK、はい、勝ち負けより大事だから、分かった、自分が上手くなること一番大事、 OK、 OK ですか、はい、はい、どうぞ。
リアクション見ていいよ。あ、なんで？たまにやっちゃおう。はい、じゃあどうだった今やってみて。自分がね、チームじゃない、自分がどうだった。点差はどうでもいいから、勝ってる負けてるどうでもいいから、自分どうだった。楽しくやれた人。お、どう、チャレンジできた。タッチが大きくなっちゃった。大きくなっちゃった。 OK、 じゃあ1個もっと楽しんでやれるね。みんな点決められてショック。これチームじゃないから、一人一人うまくない来てるでしょね。いいプレー、ハルマンの2個ぐらい、それ以外でいいプレー1個もない。いいプレーってのは別に敵抜いたからいいプレーじゃなくて、なんか見ててやっぱ面白いなって思うプレーね。今みんな普通、全員一緒、誰が誰だ分かんない。マヒルにはマヒルの特徴あるよね。カナトにはカナトの特徴あるでしょ。得意なドリブル、エイトもあるね、エイトもあるね、ケイトもレイトもあるでしょ、ハルマンも。それをどんどん出さなきゃ、他の人と一緒で終わっちゃってる。オッケー、せっかく練習してきたことあるんだから、分かった。その人、その他と大勢と一緒じゃダメだから、自分はこれだっていうのをどんどんアピールして。オッケー、あとはみんなドリブラーから点取らない。オッケーですか。はい、オッケー、はい、じゃあ今ね、1本目よりいいシーンあったね、攻撃点も取れたし、オッケー、最初からそれがやんないと。オッケー、緊張して負けたらどうしようとか考える必要ないから、上手くなりに来てんだからね、練習だからこれ全部。ミスしたらどうしようと思ってたらダメだからね、どんどんチャレンジして。オッケー、別に後ろだから取られても失点していいから。じゃあ全員1人1点は取れるように、次。オッケー、次出るメンバー7人全員1人1点。オッケー、取れるように、分かった。はい、行こう行こう。まぐれでしょ、なんとなくのプレーはまぐれないからね、たとえ結果出ても。
って、はい、絞って、つなげるシュートまで。いいよ。はい、じゃあ今日これで終わります。はい、どうだった？全部チャレンジできた人、はい、思い切って全部失敗してもいいからチャレンジした人。チャレンジした。お、はい、楽しんだそうだね。最初にも言ったけど、みんなこれ上手くなるために来てるからね、うん、1本目なんてすごいもったいなかったよね、うん、みんな普通で一生懸命攻撃守備、ただ一生懸命やってるだけ。そんなん誰でもできるから、全員やってる、相手チームもやってるし、みんなの周りの人もやってるから。じゃあその中でどうやって違い出すかっつったら、自分が練習してきたことね、得意なプレーとかどんどん出す。 OK、 これは別にパーデックだからじゃなくて、普段の自分ちのチームでもそう、他と一緒じゃしょうがないからね。 OK、 どんどん自分はこれだっていうのを出してって。分かった？はい、はい。であとは今日試合見てね、普段こう試合あんま両コーチみんなの試合見たことなかったから、試合見てまあみんなそれぞれ良くなかった点良かった点絶対あると思うから、それをまた練習でね、パーデックの練習とかで伝えていくから。 OK、 またそれでどんどん成長していきましょう。分かった？はい、はい、パッパパパッパやってみる？誰やりたい？パッパパッパ。はいはいはい、じゃあ早かったから、いいよ。俺の方がやった。いいよ、はいよ。気をつけ。お、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ気をつけて帰ってよ。 OK、 キックベル。